写真拡大。中日は11日、同日の広島戦、名古屋ドームの試合中に左足、ハムストリングスを痛めには3週間から1ヶ月程度、要する見込みとした。高橋は6回の第3打席で三遊間へ鋭い当たりを弾き返し、ダイビングキャッチした遊撃田中の送球との競争で先に一塁ベースを踏み、内野安打をもぎ取った。しかし、右足で一塁ベースを踏んだ後に駆け抜けた先のファウルゾーンで顔をしかめ、ベンチから飛び出したトレーナーともに足を引きずりながらベンチに退いた。打点もビシエド17に次ぐ10と好調だった。